皆さん、こんにちは。リンダマンです。経営コンサルをしたり、エステ美容室の経営をしたり、オンラインサロンを運営したりしています。このラジオでは、毎朝5時に1年後の未来がより良くなる、ライフハック術、ビジネスリテラシー、マネーリテラシーが上がる情報を発信しています。さあ、今日のテーマはですね、あなたが影響力を上げるために何が必要かということをお話ししていきたいと思います。皆さん、影響力つけたいですよね。 今日はそんなあなたが影響力をつけるために何が大切なのかっていうことについて解説していきたいと思うんです。皆さんまずね、影響力がある人ってどんな人ですか、まあ、僕はもともと想像していたのは人望が厚い人とか、統率力がある人とか、人間力が高い人とか、なんだったら資金力がある人、とにかくなんか力を持っている人が影響力が高い人。 まあ結果を出していない自分なんかは影響力なんかないと思っていたんですが実は違うんですね影響力を上げるために実は必要なことは何かというとこれ皆さん大事なことですよいきますよ尊敬する人を探しその人を語り続けることなんですちょっと解説しますねまず皆さん誰を尊敬してますかリスペクトしてる人まあなんだったらメンターでもいいですよねその人いますかね まあね、その人がいるんであれば、その人について語り続けるってことがものすごく重要なんです。えー、そんなんでね、影響力なんかつくわけないじゃんと、僕は最初聞いたとき思いましたが、だん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 腑に落ちてきました。これは何が起きるかというと、例えば自分が若くてまだ結果も出していない、ペペだとしますよね。そんなもの影響力なんかあるわけないじゃないですか。 でも自分が「俺はこの人についていってるんだこの人のこんなところが好きなんだ」っていう人を探してその人について語り続けるとこんな現象が起きるんです。お前さ何でその人のことをそこまで信じきれるわけ俺はなんかよくわかんないけどお前がそんなその人を信じるんだったら俺もお前を信じてみようかなっていう現象が連鎖して起きていくそうです。 結局影響力がない人っていうのは軸がぶれてるんですよね、えー、尊敬する人そのリスペクトする人メンターが存在していないそしてメンターがたくさんいる人が多いんですよね最近この人も好きだしこの人も好きだしこの人も好きみたいなあとは日替わりメンター先月まではこの人だったけど今月なんか著者のこの人が好きなんだよねみたいなまあ一番多いのはミーハーかもしれませんね本を出してるんですセミナーでこうなんです YouTube でこんなに登録者がいるんですっていう うんまあ、それも一つ、指針にはなるかもしれないけど、すべてではないよねっていう。うん、今、流行りものって気をつけなきゃいけないなと思うんですよね。今、流行ってるものって、例えば、エレキテル連合さんとか、流行ったものって伝っていくじゃないですか。僕はどっちかというと、ポロ・ラルフ・ローレンのような定番、いつ何時も色褪せないような、そういう人が本物になっていく人だと思うんですよね。だから今、旬で人気がある人も僕は見ていますが、 やっぱり流行ったものは慕ってしまうのでミーハーも良くないなと思っていますメンターに対してもやっぱり一貫性を持つっていうことがものすごく大事なことなんですよねさああなたが影響力をつけるために何が必要かという今日話をしました尊敬する人を探しその人について語り続けることなんですぜひこれをやってみてください語ることじゃないんですよ語り続けることですお前はさ5年前も同じこと言ってたよ10年前も同じことを言ってたよって そういうあなたになっていくってことなんですよね僕は YouTube で一時期孫正義さんを研究したことがありましたえ孫さんが20代の時の映像も残っていて、まあ、20代の時の孫正義と最近株主総会で発言してる孫正義さん何と言ってること一緒なんですよねやっぱりその自分の軸や思考やマインド判断基準に一貫性がある人がやっぱりトップリーダーになり成功者になっていくんだなとあなたが今結果が出てるか出てないかも 一つ指針としては大切なことだけど大事なことはあなたが尊敬する人を探しその人について語り続けていますかということがものすごく大切なことなのでぜひそのあたりを意識して皆さんの未来にお役立てください1日30円で学べるオンラインサロンライハッ研究所1年後の未来をより良くするための学びコンテンツが200本以上上がっていますぜひこちらもご活用くださいそれでは今日も素敵な一日をリンダマンでしたまたね